近京市にある、軸家、三木の旧宅。落家寺48号民国建築として、南京市の保存建築物となっている。軸家、三木像、石膏大学玉泉行区。軸家三木は、中国の気象学者、地質学者、教育者。軸家三木は、石膏省商工圏に生まれた。1910年に、大学教育を受けるために、アメリカ合衆国へ。 公費留学した。1913年には、イリノイ大学農学部を卒業した。1918年には、ハーバード大学から気象学の PhD を授与された。1918年に帰国し、国立武将高等師範学校を経て、南京高等師範学校、国立東南大学教授となった。1928年、 中央研究院に新設された気象研究所の所長となり、以降、中国全土における気象観測網の整備に努めた。1936年に石膏大学学長となり、日中戦争下の困難な時期に大学の運営に当たった。小介石の台湾への退去の際には退去を拒み、大陸に留まった。中華人民共和国の建国後は北京市に移って、 1950年には中国科学院初代副委員長となり、以降全国人民代表大会常務委員、中国地理学会会長、中国気象学会会長などを歴任した。1919年出版の書籍に掲載された飛行士姿の調教魂。1919年12月27日、塾上木は上海市で当時名家出身の妻女として、 また中国発の女性飛行士として有名であった、長強魂と結婚式を挙げた。夫妻は20年連れ添い、子供たちも生まれたが、その多くが、石膏大学の西法への退去の中で赤痢のため、亡くなり、長夫人も1938年8月3日に、厚生省安和県で赤痢のために病死した。妻子を失った軸上木は、後添えとして、 人級と再婚することとなり、1939年9月18日にガビ山銀いただきで結婚し、1940年3月15日には重慶市で婚礼をした。二人の間には娘が一人生まれた。ありがとうございます。